を亡くしたばかりの初恋の相手と、一体どんな会話を交わしていいのかわからずに、沈黙が二人の間に横たわる。耳を澄ませば、アスファルトを濡らす雨音が、か細く聞こえてくる。ロビーは薄暗く、外はさらに暗くて、まるで水槽の中にでも閉じ込められてしまったような気分だ。春日さんは遠い眼差しで、外を眺めている。いや、もしかして見ているのはガラス越しの風景なんかじゃないのかもしれない。もっと遠い。例えば、もう触れることもできない夫の姿とか。高校を卒業してもう6年だ。それだけあれば、人はどんな風にだって変われる。彼女は変わっていないと言ったけれど、僕だって少しは成長したはずだ。けれど、目の前の彼女は成長したというよりも、いろいろなものを使い果たしてしまったように見える。気力とか、元気とかではなく、生きる力、前を見据えて歩き続ける意志のような何か。遥か遠くを見透かそうとしている彼女と、その彼女の細い肩を見つめる僕。まもなく小暮さんの運転する車がロビーの前に滑り込んできた。小暮さんがハンドルを握る車のフロントウィンドウでは、ワイパーがせわしなく動いている。今年の梅雨はやけに長い。いつまでも雨が降り続いて、何もなくったって気持ちがめいってしまいそうだ。黙って窓の外を見ていた彼女が、振り向くこともなく口を開いた。私たちの卒業式も、こんな雨だったよね。そうだったっけ？そうだよ。せっかくの卒業式なのにって、みんなで残念がってたじゃない。はっきりと思い出せない。あの頃の僕は、終わりゆく青春時代を惜しむよりも、これから先の漠然と続く未来に思いを馳せることで精一杯だったからだろうか。僕は幼い頃からの夢、警察官を目指して日夜受験勉強に励んでいた。だが両親、特に父親はそれをひどく嫌がり、顔を合わせれば喧嘩ばかりしていたように思う。両親の期待に沿ってあげたいと、思わなかったと言えば嘘になる。それでも最終的に押し切るような形で今の道に進んだのは、それが長年の夢だったことと、そして両親の反対があまりにも大きかったからだ。当時の僕は反抗期だったからだろうか。親に反対されればされるほど、僕の中で警察官になるというのはぼんやりした夢ではなく、明確な目標となっていった。私ね、あの時風見くんの制服のボタンもらいに行きたかったんだ。思いもよらぬ雪乃さんの言葉に僕は恥ずかしさのあまり聞こえなかったふりをした。どうしてもらいに来なかったのか尋ねてみた。答えに窮した。ふん、無粋かもしれないですけど、尋ねてみたいと思います。そうだったんだ。それならそれでもらいに来てくれればよかったのに。私もできればもらいに行きたかったんだけど、恥ずかしくて言えなかったのでありますね。バックミラーに映る小暮さんの目はなぜかランランと輝いている。小暮さんはこの手の話題が大好物のようだ。いや、違うんです。というと？小暮さんがすかさず問い返す。クラスでそういう決まりになっていて、
そんな決まりあったっけ？卒業式にボタンのやり取りをするべからず、なんて野暮な校則を設けるような学校ではなかったはずだ。それに万が一禁止するなら、それは全校的なものになるはずで、僕らのクラスだけというのは合点がいかない。風見くんは知らなくて当然だと思うよ。え、なんで？だってクラスの女子で決めたんだもの。風見くんのボタンは取り合いになっちゃうから、誰ももらいに行かないようにって。僕のボタンを取り合う？言葉の意味をつかみあぐねていると、ちょうど赤信号で停車した小暮さんがくわっと目を向いて振り向いた。先輩、そんなに大モテの学生時代を過ごされていたんでありますか？いや、僕はそんな。風見くん、当時からこんな調子だから全然気づいてなかったけど、同級生はおろか下級生や近所の女子校でも有名だったんですよ。それはすごいであります。羨ましいでありますよ先輩。え、僕も初耳ですよ、そんな話。嘘偽りなく、そんな話は今までに聞いたことがない。そんなにも人気があったというなら、なぜ僕はあんなにも不遇の高校時代を余儀なくされたのだろう。その疑問に気づいたように、雪乃さんはおかしそうに続けた。とにかく優しいし、顔も可愛いしって大評判で、ファンクラブまでこっそり結成されたりして。そんなものまであったのか。そのファンクラブの会員同士で抜け駆け禁止って決めたから。だから僕の高校時代は灰色だったわけか。災い転じて福をなすの逆バージョンね。まったくだよ、もう。ふてくされた僕の言葉に小暮さんは大きな声で笑った。では先輩は、満たされない青春のモヤモヤを部活にぶつけられていたのでありますか？いえ、僕は帰宅部です。そうなのでありますか？ええ、あの頃は受験勉強で手いっぱいでしたから。さすがであります、先輩は昔から勉強熱心だったのでありますね。他に趣味がなかっただけなんですけどね。僕の言葉に小さく笑うと、小暮さんは右折レーンに入りながら雪乃さんに尋ねた。春日さんは高校時代は何部だったのでありますか？美術部です。小暮さんは？自分は柔道部であります。美術部ということは、やはり絵がお好きなのでありますか？ええ、と言っても私の場合はピカソやモネとかじゃなくて日本画なんですけどね。はあ、日本画。加納探幽とか丸山応挙とか。はは、なるほどなるほど。そんなことを言っているが、小暮さんの顔はどう見たって全然わかっている顔じゃない。助け舟を出すわけではないが、僕も質問を投げかけてみた。今日こんなタイミングで僕と彼女が出会ったのも何かの縁だろう。せめてつかの間、伴侶の死を忘れさせてあげることができれば、そう思ったのだ。じゃあ今は美術関係の仕事をしてるの？去年の2月までは夫と一緒に銀座で画廊をしていたんだけど、ダメね。不況の煽りで経営が悪化しちゃって。それで。話の流れを変えようとしたのが、かえってあだになってしまったようだ。
舌打ちしたいのを耐えつつ、どう会話の流れを変えようかと悩んでいると、彼女は淡々と言葉を続けた。出会った時は、あの人も羽振りが良かったんだけどね。夫とは美術館でバイトをしている時に出会ったの。確かアメリカから鳥山石燕の百鬼夜行図鑑が来た時で、仕事も忘れてその絵を見ていたら声をかけられたの。ああ、まただ。背中を向けたままの彼女がずっと遠ざかっていく感覚。もうこの世界のどこにもいない姿を追い求めて、彼女の心はここではないどこかに抜け出そうとしている。僕も小暮さんも警察官という職業柄何度も目にしてきた光景だ。辛い現実から目を背け、思い出と追憶の海に沈み込んでいく人々。思わずその肩に手を伸ばそうしそう、思わずその肩に手を伸ばしそうになり、ぐっと膝の上で握りしめる。でも、運命なんてわからないものね。まさかそれからたった数年で、こんなことになるなんて、夢にも思わなかった。私はね、風見くん。お金なんてどうでもよかったんだ。普通に、毎日暮らすだけの分があればよかった。でもあの人は違ったみたい。もっともっとって。いっぱい稼いで、お前にいいものたくさん買って、もっといいもの見せてやるって。そうして無茶して、結局あの人、自分の命までなくしちゃったんだわ。バカみたい。小さなささやき声がする。今になって思えば、予兆はあったのよ。何日か前から、やたらと優しくて、アルバムとか見ながら、昔行った旅行の写真なんか見たりして。またいつか一緒に旅行に行こうな、なんて。あの人、破産してからずっと元気がなくて、そんな話も口にしなかったから、私、ああ、やっと元気になってきたんだな、なんて勘違いして。本当は違ってたのにね。きっと、あの時にはもう、決意してたんだわ。壊れた蛇口みたいだ。僕も小暮さんも、痛みを言葉に置き換えて、吐き出し続ける彼女を止める術を持たない。私、たまには主人に美味しいものを食べさせてあげようと思って、それで大好物だったデパ地下のお惣菜を買いに行ってて、帰ってきたらあの人、もう冷たくなってたの。よくドラマで、どう見ても死んでる人に向かって、何度も叫んだり、名前を呼んだりしているシーンがあるけど、あれって、本当だったのね。鴨居からぶら下がったあの人に、私、しがみついて何度も名前を呼んでたわ。まるで朝起こす時みたいに。でも、返事はなかった。気がついたらいつの間にか夕方になってて、買い物袋からアイスが流れ出てたの。あの人と食べようと思って、たまの贅沢ぐらいいいかなって思って、